違ったらすみません。大丈夫です。はい、やはり皆さん同じスリムジャックで、そしてウェットスーツも着てますので、なかなか判断するのが難しいところなんですが。こう下が見えるとね、立ち下がるんですが、実は泳いでた方が楽に行けたりしますよね。かなり遠浅になっていますので、はい、さあ、チェスはこんな感じですかね。選手さん見て、泳ごうか、歩こうか、どっちにしようっていうのの戦いみたいに見えてますけれども、さあ、3名の選手も間もなくで折り返して砂浜に姿が見えています。1位は久保田選手ですね。久保田選手。その後ろに石井選手がいますね。はい。はい、久保田選手は北海道から、かなり今日も実際優勝候補。ああ、そうですか、はい、そしてもう一人最終がどなたでしょうね。さて、そのまま折り返し通過をしまして、トップ集団、3名のトップ集団そのまま行きました。そうですね、はい、トップが久保田選手、そして第2位石井選手、そしてもう一人の選手、ごめんなさい、顔を確認することができなかったんですが、3名の選手がトップ集団ということで折り返しをしていきました。時間がちょうど折り返しの時点で7時8分くらい、そうです、はい、やはり予想の通り7時くらいの2周目の方がちょっと落ちるかもしれないですが、はい、まあ、7時前後、はい、私を迎えてくれるということです。久保田選手は若手で、はい、ですね、エジルユニアでも活躍してまして、はい、はい、かなり多くの大会でも上位に入っていますね、はい、一番最初、はい、折り返しをトップで通過していきましたのがレースナンバー1002番の花田雄太郎選手、そして第2位がレースナンバー1001番西内博之選手、そして第3位がレースナンバー1068番久保の和樹選手。全然僕間違えてましたね。大丈夫です。花田選手も、はい、以前は 51.5 のスタンダードディスタンスの方で大活躍していた選手ですので、はいはい、すごいですね。はい、そしてもうすぐ4人目の選手が来てくれたようです。4人目の選手、今折り返し砂浜を駆け上がり、折り返しのポールを通過です。頑張ります。
ガイドを、ね、やったりもしまして、はい、頑張れー、お二人の自身の方ですよね、はい、あのガイドとしてもらって、まあ、選手とかに力を発揮するということがあるんですよね。佐藤さん、はい、この話なんですけど、はい、もう一般の選手に一緒ですね、今回も東京に行ってきて、はい、全然違って、あー今から戻ったという気分も盛り上がってるんですけれども、皆さんもお忙しい日に乗ってるでしょうか。そうですね、もう今も帰りに活躍して、まあ、らしく行ったり様子に出たりしてますね。はい、私はロングビアスロン、クロストライアスロン、アクアスロンの世界選手権、はい、そうですね、はい、今年からマルチスポーツ世界選手権という1週間期間を受けまして、ビアスロン、クロストライアスロン、アクアスロン、ロングビアスロンの世界選手権が実況を行われる。今回ここに出場されている方の中にもそれに出てまたこちらに一周明けてきて、はい、どちらかの昨日も会場でランニングをお会いしまして、はい、今週のロング世界選手権に出て最後までということで本日お世話しました。そうですね、はい、はい、エリートの出場した選手も今回の選手も、はい、私もこの大会で上位になった選手で、はい、はい、こちらは選考レースになったんですね。エリート日本選手権も、エイジグループも来年のデンマークで行われます選手権の選手権に入ると鈴木健二横浜に行くんですね。大学の選手スイム2周目に6分を使ってます。そして佐藤選手たちと交差するようにリータイプの選手、レーザーの選手が頑張って、安藤さん次へ向かっている姿が多くなってきました。アンディー佐藤選手、リータイプの選手たちも初めて日本選手権男女のスタートを控えています。日本選手権の名前を選手たちが一人一人名前をご紹介して紹介する場面も設けようと思っていますので、応援の皆さんもまたこの時間を目安に一度見る会場を集まっていただけると嬉しいです。さらに日が上がってきましたね。そして太陽が昇ってくるのと同時に波も少しずつ出てきているように見えますが、選手のその動きの影響もあるんですよね。そうですね、はい、先ほどもボールアップしてくるこのようなことですけど、はい、プールの、ね、この人は時間とともに徐々には変わってきますが、今日は絶好のトライアスロンという選手の方が大会の方が一番いいんじゃないですかね。そうですか、はい、ということは記録を期待してですか。はい、はい、ただ筋肉は変わりませんので、それと調子をまた上げつけてしまいますと後半秋山頑張れ36分長い体の感覚がありますよね。やはり泳いでいても水症状ありますあります、はい、汗をかいているという感覚がありませんね。そうですね、水分ですからね。だからこそこのスムーズ段階での水分補給もこの折り円タイプの場合この折り返ししかないですからね。はい、そうですね。インタイプに連鎖タイプの選手の場合はそのままでまたフィニッシュ水分フィニッシュ決まるのも大事ですね。そうですね、はい、レース前にしっかり水を取ってくるんですね。そうですね、特に暑い日、まあ、今日はまだいいですけども、はい、暑い日のレースなどはレーススタート時点で水が取れる
蓄えられてるわけではない。イケモンスター、いろんな健康の状況などを考えながら、自然と体が準備をして、男を捉えやすい競技の中では重要なところ、はい、スポーツもそうです。これ耐久系のレースまあ、レーススタート地点でどういう状態があるかというのは、なので言えば、人体験やり手体験をすでに経験としてもう積み重ねてきた、その皆さんの皆さんですね。